ご来場いただきましてありがとうございます。2日から7日まで6日間にわたる、ロシア映画祭 in 東京、おかげさまで、毎日満席の日が続きまして、ロシア映画を見たいなと思ってくださっている方がこんなにいるんだということで、スタッフ一同大変、喜んでおります。そしてロシアの、監督プロデューサーの皆さんも本当に喜んでくれて、ありがたいです。私はユーラシア国際映画祭という一般社団法人の代表理事で映画監督をしております増山玲奈と申します。今回このロシア映画祭 in 東京の、東京でのコーディネート企画を担当いたしました。そして、本日が最終上映となりまして、本当に胸がいっぱいなんですが、本日、上映いたしますのは白夜という映画になります。監督のタチアナ・ボロネスカヤ監督が、ご来場いただいております。最初にご挨拶いただいて、また映画が終わった後に皆様から映画を見て感じた質問を受けてくださって、それについてトークをしていただきます。ロシア映画の魅力、タチアナ監督の、作品に触れる貴重な機会となりますので、何を質問しようかなと思いながら映画を楽しんでいただけたらと思います。では、タチアナ監督、そして、翻訳通訳を担当してくれています、ドミトリさんです。よろしくお願いします。Большое вам спасибо. Добрый вечер. Я очень рада, что вы сегодня пришли посмотреть наш фильм. 皆さんこんばんは。ご来場いただきまして誠にありがとうございます。Я буквально остановлюсь на двух вещах, которые очень важны для вас будут перед просмотром. ご鑑賞される前に2つのことに関して少しお話ししたいと思います。Это современное прочтение Фёдора Михайловича Достоевского.フョードル・ドストエフスキーという作家の現代的な解釈です。白夜という小説を読んだことのある方は手を挙げてください。じゃあ大丈夫ですね。Вот. И что я хочу вам сказать, так как это современное прочтение, очень было сложно искать эквиваленты вот современности тому, что было тогда. あの時、あの時代にあったものの現代的なものって何だろうかということをちょっといろいろと探してましたけど。И вот сейчас, чтобы вы поняли, о чем идет речь.Наверное, вы слышали, может быть, слышали, у нас есть такая река, и у нас на Украине, на Беларуси река Днепр. 多分皆さんご存知だと思いますが、ロシア、ウクライナ、ベラルーシにはドニエプル川という川が流れています。Это очень широкая река, и известное выражение классика, редкая птица даже долетит до середины Днепра. そしてとてもその川の幅が広くて、そのドニエプルの真ん中まで飛ぶ鳥が珍しいという言い方がございます。でも自分が子供の時に全部自分が泳ぎました。なぜかというと、その川の一番初めのところで幅が狭くてすぐに泳げたからです。Вот так и Фёдор Достоевский. Это самое начало. Это очень большой русский писатель, прям как вот эта река. 同じように、ドストエフスキーという作家は、そのドニエプル川のような偉大な、作家です。Но это только начало этого писателя. が、この映画はその作家の始めです。Ему было 27 лет, когда он написал «Белые ночи». その白夜を書いたのは27歳の時でした。И там только рождаются его герои знаменитые. なので、その、ドストエフスキーの主人公がまだ生まれたばかりの、時代です。Там только как бы подступают к размышлению о любви. Это фильм об ожидании любви. なので、愛についての映画というより愛の期待についての映画だと思います。О каких-то первых опытах взаимоотношений человеческих.
人間と人間の関係の、初めての体験です。Мы только думали, в каких формах это лучше показать. どういう形式で見せたらいいかと思いましたが。И сделали стилизацию под кино, черно-белое кино 60-х годов. 60年代の白黒の映画のスタイルにしました。Обратите просто это внимание, что здесь как бы мало драматургических ходов, но очень много настроенческих, атмосферных. そしてご覧いただきたいんですが、そこで演劇というより雰囲気の方が多いと思います。Достоевский очень любил Петербург. ドストエフスキーはペテルブルクのことを大好きでした。И мы его бесконечно любим и показали его как героя фильма. Это один из главных героев фильма. 私たちもペテルブルクのことが大好きで、ペテルブルクのことをその映画の主人公として、見せました。В фильме вы услышите русский рок группа Сплин, моя любимая группа Сплин.そしてこの映画でロシアのロック、私の一番大好きなロックバンドのスプリンの音楽があります。そしてロシアの DDT というロックバンドの歌もあります。そしてその DDT バンドのリーダーのユリー・シェフチュクは私たちに一つの歌を書いてくれました。Вот, так что три составляющие, даже четыре. Достоевский, русский рок, Петербург и любовь. なので4つですね。ドストエフスキー、ロシアン、ロック、ペテルブルク、そして愛です。Создаст вам, может быть, приятное настроение сегодня вечером. なので皆さんのため、皆さんのいい気持ちになると思います。
ますね。Дима, на русском можно параллельно, чтобы мы тоже понимали, о чем, собственно, речь идет? А то мы же... Хотя бы три слова. Вопрос о том, что спасибо за хороший фильм, и что было очень много в фильме того, что не могло произойти в Японии. Нанига Нихон нива? Дою бегиготу на Нихон нива ариенай? Чутто!無秩序っていうか不確実っていうか2人の恋の形も結局成就しなかったし、なんか日本ではちょっと考えられないなって、ちょっとなんていうかある意味衝撃的だなと思いまして、でそういう質問しました。日本の街を歩いているときは、人の服を見たら不思議な服を着ている人と出会ってますが、やはり、まあ、自分の中の自由を表現しているだろうと思っていますが、форма выражения себя. 自分を表現する。あ、это тоже вот такая форма выражения, как бы вот стать свободными на несколько дней.映画の主人公たちはその何日間か自分の中を表現しています。ああいうふうに例えば日本人が歩いている格好ではロシアではありえないこともありますので、おっしゃってる意味よく分かっています。ロシア的って言ったのは決して悪く言ったつもりはないです。とても素敵でロマンチックで、言葉をきれいにこう扱っていて、とても素敵に思いました。ロシアが好きになりました。私も悪いこと、全然悪いことを言おうとしてません。つまり、ああいうふうに自分を表現する、ああいうふうに自由になることはロシアにはないなと思いました。でもみんな無双化で、なんかちょっと面白いなと思います。アンドレにしても、ナースにしても、教授にしても。ありがとうございます。他にどなたかいらっしゃいますか。はい、では спасибо большое. Я не говорю по-русски. Мне нравится. Ваш фильм. Я в Санкт-Петербурге には何度か行ってまして、ドストエフスキーが大好きなんで、すごい好きな街が大好きでした。で、今日の映画見て、私がいろいろ行った場所が全部映ってて、非常に楽しかったです。ただ、ちょっと原作、白夜を読んだんですけど、ちょっとやっぱりキャッチーというのが明るい感じだったので、それはわざと狙って作られたのかどうかというのは質問です。ただ今サンクトペテルブルクと僕が描いて予想としていたドストエフスキーのそのネフスキー通りだとかネバレカーとか、ちょっとやはり小説と実際やっぱり違っていて、そういった面で、まあ、今この間今年の、夏にサンクトペテルブルク行ってきたばっかりですけど、まあ、今のサンクトペテルブルクが表されていて、今のサンクトペテルブルクとこの白夜、ダストエフスキーの白夜っていうのをミックスさせて表現したかったんじゃないかなと思ったのが、その辺をちょっとお聞きしたいと思って、ちょっと今、伺いました。スミシャリ。ミックスしましたね。ちょっと複雑な状態だったので、できるだけミックスしました。ペテルブルクに対して、ドストエフスキーに対しての愛に感謝したいと思います。ありがとうございます。嬉しいですね。では続きまして、はい、ありがとうございます。
について伺いたいんですけど、原作を読んだことがあったので、クブとマスチャが多分ダメだろうというのは分かっていたんですけど、映画を見ていて、きっと今回こそはきっとうまくいくんじゃないか、今回こそはきっと恋人になるんじゃないかと思って見ていたんですが、ラストをちょっと変えるというアイデアがあったりはしませんか？Это самое ценное, что вы так думали. まあ、そういうふうに考えていただいて本当に一番嬉しいですね。В этом интрига. それはその、まあ、その、一番大事なことです。И очень хочется иногда, чтобы вот складывалось. И каждому человеку так по жизни. А вот не складывается по каким-то тайным причинам. もちろん、どの人の話してもやっぱり一緒になってほしいといつも思いますよね。でも実際は一緒にならない人も多いですね。И Настенька такая девочка непростая, она у Достоевского говорит героям, что если тот не придет, я останусь с вами. そしてそのナスタという人も複雑ですね。彼が来なければ一緒に登りますっていうんでしょ。だからいつも緊張ですね。彼は。Так немножко и манипулирует. Ч ょっと манипуляцию をしてますね。Коварная девушка. Злый ですね。Но тем не менее тоже такая открытая. でも、open、自分をオープンしてて。ей хочется любить, быть любимой. もちろん愛したいし、愛されたいし。Сколько лет вашему герою? 何歳ですか？ Около 30. 30歳ぐらい。Сейчас, вы знаете, герои, они там, герои Достоевского было где-то 25-27 лет. Достоевский, это уже по тем временам был очень великовозрастный молодой человек. Но сейчас, а сейчас каждое последующее поколение, как бы, вернее, предшествующее, моложе последующего на 20 лет, вот, ученые доказали. И сейчас 30-летние, они очень такие инфантильные в современном мире. Но каждый новый поколение становится моложе, поэтому сейчас 30-летние. Это не в плане критики, а в плане такого мироощущения. それは批判というよりああいう世界の、感じ方ですね。В этом есть своя прелесть. それぞれの魅力もあるんですが。Позднего взросления. 大人になるのは遅い。Вот и они такие припозднились. なので二人もそうです。では次の質問。60年代 の、 映画に捧げるって書いてたんですけど、60年代の映画が好きで、多分なんかゴダールとかフルフォーとかその辺のノベルバーグの映画の影響がすごい出てたんですけど、まあ、そのゴダールとかに影響を受けたのかっていうことと、あとだ、сильное влияние. 強く受けてました。Перечисляйте дальше и нас тоже, потому что. その監督の次に私の名前も言ってくださいね。Есть признаки вот для 60-х годов. У нас там есть историческое такое небольшое явление. Это возврат Авроры. Это документальный момент. Возврат крейсера Авроры в Санкт-Петербург. そうですね。一つ歴史的なこともあったんですけど、アウローラという船がペテルブルクに戻りました。映像もありましたね。それを撮影しました。Это художник в начале фильма, он действительно Митрофанов, Митрофанов очень известный художник. その年代の有名人もいましたね。一番最初に画家がいたんじゃないですか。とても有名なミチキというグループの画家でした。То есть это такие нюансы для, как сказать, для продвинутых любителей 60-х годов. だから60年代のことを愛する人に向けたいろんなニュアンスあります。
ごめんなさい、あと2つ質問があるんですけど、一つ、私トルストイの白夜は読んでないんですけど、ドストエフスキーの白夜は読んでないんですけど、すごくセリフが美しくて、どのぐらいこう本の、セリフというかそういうのを引用しているのか、それともどのぐらいオリジナルなのかっていうのを。Ну вот, что изложено в книге, все как бы совпадает по факту. Количество ночей, всяких нюансов общения. Встречи, правда, там он ее спасает здесь, она его спасает. Ну, скоси, чичигай мо хайтте мас, татуйба, 彼女が彼を助けたんじゃないですか。原作は逆です。Меняли, 少しは変えました。более неожиданно для тех, кто читал. つまりその本を読んだことのある観客の皆さんに対しても、今回予想できないこともあるように変えました。Текст невозможно было сохранить и очень даже воспроизвести часть Достоевского. Это было крайне сложно, потому что вот оно вообще лингвистически невоспроизводимо сейчас в современном мире. Мочено, その原作の文章、言語も現代的にはちょっと復興できないこともありました。Суть, как завещал сам Достоевский, вы можете делать с моим произведением все, что хотите, но главное сохраняйте суть. Нам вот кажется, мы это сделали суть. まあその筋、だから変えてもいいんですけど、その筋をだけを保存してくださいとドストエフスキーが言いましたので、それは変更されていないです。サンドスタイフスキーが今относился так и трогательный с юмором к этой истории, потому что эпиграф такой, он немножечко такой с юмором, как бы немного так с легкой такой иронией, может быть, вот тоже старались это все чуть-чуть сохранить, как мне казалось, такделать. そしてそのドストエフスキー自身はその、ストーリーに対してヒューモアとか皮肉を少し入れて、扱っていましたので、そういう、態度も保存できたと思います。потому что как бы он говорил о тех людях, которые только живут и реализуются в мечтах, вот, а мы немножечко пошли дальше, мы им предложили нашим героям что-то делать сейчас.ドストエフスキーの主人公は、空想しながら自分を表現する人について語っていましたけど、私たちはその空想をするだけじゃなくて、実際に何かをやり始め、やりながらお互いを知るということについて話しました。Идея это такая драма пользователей сетей, знаете, когда вот общение, оно как бы идет по пути именно придумок формального существования и боязни общаться друг с другом в конкретной жизни. Арими, нетто юзер тачи но ханаси демо ару то моимасу. Цмари, нетто дева ироиро яттеру кедо, джиссай но сейкатсу нива чутто怖くてやらないですね。Так было у Достоевского, вот герой как бы вышел на улицу, вот такое с ним произошло, и он для него это все и любовь, и все. И наш тоже герой, он такой как бы блогер, из интернета человек, и вот здесь конкретная живая девушка. だから Достоевский の場合も、ああいう主人公がいて、ああいう生きた女の子と出会ったんですが、私たちの場合も、まあ、彼はインターネットブロガーですが、ああいう生きた女の子と出会いました。最後の質問いいですか。女性監督っていうのはすごくロシアではどんな日本とか他の国でもすごく珍しいし大変だと思うんですけれども、ロシアの女性監督の状況というか、そういうのを教えていただけますか。
Ну, вообще с этим хорошо. Знаете, когда я начинала, я была одна из первых, вот просто такая, прям совсем было мало женщин-режиссеров, и все говорили, ой, вот там женщина-режиссер. Матасига Кацуяко Сихазмента Корова, Матасканакаттаноде, и всего Ирона Хитова. И сейчас, в общем-то, все больше и больше женщин. И я поняла, что когда это не сопряжено с бизнесом, но очень мало денег, там всегда появляется много женщин. А бизнес это канкенакте, а но канега на это кива, я пари джосега фуэрю десне. Вообще профессия сложная, сложная. Демо, коно кантоку то есть ему лавку зацелил здесь. И очень приятно, когда вот тебя как бы слушают и понимают с моим голосом, это тоже свои проблемы. Наноде, ваташи но кото ликайште итадаку, ваташи но кото киите итадаку кото ва сугуку удэши кото десне, ваташи но коя ва киите итадаку кото ва. Выше пилотаж, когда ты совсем шепчешь, а всем все слушаются и понимают. Оно, чисанако, кое ли, ты мог, мимо, или, конечно, ты так, ну, а, сайко, дес. Это десятый дам. Чем дам, дес, не, алива. みなさんすいません、もうそろそろお時間となりましたので、もしご質問あったとしたらですね、すいません、この後、この会場はちょっと出ていただかなければいけないんですが、ちょっとお外の方で直接ありがとうございます、お土産を持ってきていただいたんですね、じゃあちょっとこれだけ渡していただいて、それですいません、あとこの他にも立ち会ったとですね、直接お話ししたい方がいらっしゃいましたら、ちょっと会場の外でお話ししていただければ。Спасибо, что вы пришли. У меня очень яркие впечатления от Японии, от Токио. Нихон, Токио, вот, поэтому я очень рада, что такое событие в моей жизни произошло. Я смогла вас побывать. Нихон не приготовить, а то не уросились. А вы могли посмотреть наше кино. Спасибо. Меня само, а точнее, я говорю, как начали тогда идти. Спасибо. Спасибо особенно. Понимаю, приятно. そうしましたら、本日の、この Q&A を終わらせていただきます。そして、まあ、改めまして、タチアナ・ボロネツカヤ監督、そして、通訳のドミトリー・トカチェンコさん、それから、後ろにおります、本日ちょっと俳優さん来ていただいてます、マッキー・シル・ボロモンさんです。アルトゥール・イベン・マ・シェイコさんです。すみません、ちょっと最後に、ユーラシア、映画祭の代表の増山から話をご挨拶させていただきますが、その前にすみません、ちょっと この度のですね、この映画祭に関しましては、ロシア文化省さんが、日本の皆様に映画をぜひ見て楽しんでいただいて、ロシアと日本とつないでいこうということで、無料で、今回上映をさせていただきました。で、これは本当にこれは最後の日なので、ちょっとですね、裏話をさせていただきますと、1週間前に、実はこの上映が決まりました。というのはですね、ロシア、政府からの、なかなかですね、その、まあ助成金が下りないとかですね、あとは、会場を決めるのにですね、いろいろ苦労いたしまして、そして1週間前にやっとビザが、スタッフのビザが下りました。それで1週間前に決まって、この会場ですとか、そういったものを抑えて、そして、私たちもですね、少人数スタッフながらちょっとボランティアとして、この映画祭の運営をさせていただきました。ですので、ご来場の皆様には非常にご迷惑ですとか、
そして私たちの至らない点とか多々あったかと思います。その辺は申し訳ございませんでした。ちょっと心からお詫び申し上げます。でこうしてですね、皆さんが1週間の告知にもかかわらずたくさんの皆様がロシア映画に興味を持っていただいて集まっていただけたということは本当にありがたいことでございます。改めて本当にご来場の皆様ありがとうございます。もう一つですね、実はこの映画祭、本当に少人数で運営しているもんですからボランティアスタッフの皆様のお力が非常に大きな力となりました。そして今回ですね、設営の方で、最初の準備とそして最後の片付けとボランティアをやっていただけた皆様、ちょっと立っていただいてもよろしいですか。はい、どうぞどうぞ立っていただいて、すいません、改めてボランティアをやっていただいた皆様に拍手をお願いいたします。そして実はですね、この小学校5年生の、はるくん、この彼はですね、実は初日に間違って1時間前にお母さんと一緒に来ちゃいまして、そのままボランティアスタッフとして働くことになる。で私たちはですね、こう小さい子になんか椅子をやられたり机で手を挟んだら大変ということで最初は止めてたんですけれども、子供は非常に無限の可能性を持っておりまして、そんなことをものともせずにですね、大人よりもキビキビ動いてで全部仕切ってこう皆さんがちゃんと映画を見れるようにというこの椅子の配置も全部彼が考えております。彼は皆勤賞で学校が終わってからずっと来ていただいて、ちょっと皆勤賞だったのでこれをちょっと彼にプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。このように、この、ロシア映画祭は本当にたくさんの皆様の愛で成り立った映画祭でございます。本当にこれからもロシア映画を愛していただき、そしてロシアと日本を映画でつなぎ、映画は心でつながれるものであり、政治であったり経済ではなかなか、私たちが一つになるということは難しいですけれども、映画の力というのは人を幸せにし、そして平和にするということもありますので、今後もロシアとそして日本が友好関係をずっと続けていけるように、私たちも、皆さんまだロシア映画今後どんどん続けていきますのでよろしくお願いします。では来場の方から最後の締めの挨拶をさせていただきます。はい、私たちがこの1週間の準備でここまでやってくれたということで、代表のセルゲイさんもめちゃくちゃ喜んでくださいまして、ぜひ来年もやりたいという形になっております。来年同じ時期にできたらもっと1週間でここ埋められたんですから、1年間あれば1000人とか2000人とかホール埋められるんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんのお力をお借りして日本でロシア映画ブームを作っていきたいと思います。まだ交渉中なんで、言えませんが、いくつかの映画は今後も日本で上映できるということになりそうですので、皆さんのお力もお借りしてロシア映画の魅力一緒に発信していただいて、来年ぜひロシアの皆さん日本にどうぞということで、そういった状況を作っていけるように私どもユーラシア国際映画祭頑張っていきたいと思います。足りないところばかりなので、ぜひお力を貸してください。あとちょっと、宣伝というかですね、ここは基本的にただで入場している文科省のプロジェクトなんですが、私としてはボランティアの方に毎日、ご飯をね、ごちそうしたい、それはあってですね、なんで今日私自分の本持ってきました。実はもう予算がなくなっちゃったものですから、なのでこれ、自分が書いた本1000円、そして自分が作った映画、3000円、これ後ろで売ってますので、これを買っていただいて、映画で関わってくださったボランティアの皆さん、ご飯を食べて帰っていってください。で、皆さんの力をお借りして来年はいい形でやりたいので、今後正式に一般社団法人、ユーラシア国際映画祭サポートしたいと言われる皆さんはホームページに振り込み先などもありますので、ぜひ応援してください。またロシア語の通訳なども借りていませんので、中身で応援したいとか、この映画の魅力を文章で発表したいとか、私たちホームページもありますので映画の感想も募集しています。そういった形でぜひ来年までこの熱を冷めさせず盛り上げ続けたいので、そしてここは9時に完全撤収しなきゃいけないので、最後皆さんボランティアとお力をお借りして、椅子を片付ける、作業、スクリーン下ろす作業、よかったら手伝ってください。
でお礼にですね、タチアナ監督、マキシム・コロソフ、俳優さんのマキシム・コロソフさんからのサインを、シグネチャー、プリーズを、ファン、フォアジャパニーズファンで、いただけるということなんで、じゃあまず10分間は片付けて、その後廊下で鍵を返してからファンの交流をサインをしたいと思います。どうか皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。助かりました。わあ、ボランティアしてくれる。